やっぱりおかしいな今日もいない前はこの辺りから来てくれてたのにどうしちゃったんだろうもしかして私のこと嫌いになったのかなやだ,やだ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 そんなの嫌だよどうにかしないとこんばんは 何驚いた顔してるの見慣れてるいつもの私でしょあそっかこうして直接会うのは初めてだもんねどう私今日は大好きな君に会えるからとびっきりおしゃれしてきたんだやっぱり君ってばすっごくかっこいいね <laughs> 君が目の前にいるだなんて夢みたいさっきから何その反応 私たち、両ょいだよね。私のことが好きなんだよね。だから私のことストーカーしてくれてたんだよね。違うの私のことが好きだから、私のことを思ってくれてるからこそ、愛してるからこそしてくれた行動じゃないのねえ。答えてよ。ねえ。ごめん。 何がごめんなの私意味がさっぱりわからないよもしかして私が文句でも言いに来たと思ったのなるほどねだからそんな青ざめた顔して私のこと見てたんだ大丈夫だよ私ストーカーされたことに対して怒ったりしてないもちろん通報する気なんてさらさらないのむしろねストーカーしてくれてありがとう 君だけだよ、私のことを見てくれるのは。君がね、私のことをストーカーしてくれてることに気づいた時ね、すごく嬉しかったな。誰にも見向きもされなくて、お野菜も私のことを見てくれなくて。私、どうしてここにいるのか、なんで生きていないといけないのかずっとわからなかった。でも君が私を見つけてくれた。君だけ。 君だけなんだよ。私には君しかいないの。だからね、私が言いたいのは、どうして最近ストーカーしてくれないの私のこと嫌いになったねえ、私魅力なくなっちゃった好きじゃなくなっちゃったねえ、何か言ってよ。ねえ。 ねえ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 やっぱりあの女のせいなの急に出てきた距離の近い後輩に夢中になっちゃったあんな女君にふさわしくないよ君の立場を利用しようとしてるような悪女を君が優しくする必要なんてないへえ。あの子はそんな子じゃないね。君って意外と見えてないんだね。でも少し嬉しいな。 君ってば思ったよりあの女に夢中になってたわけじゃないんだなだってあの女のことなんて何も分かってなかったってことでしょでもそれもきっと時間の問題だからこのタイミングで君に会いに来れて本当によかったはあじゃあさこの写真何だと思う あの女だよじゃあじゃあ隣にいるの誰だと思う大正解君の会社の部長さんそしてここはホテル街そうだよねそうだよね信じたくないよねでもねこれが現実なのあの女は裏でこういうことやってるゴミなんだよ君のことだって利用するために近づいてさ本当に許せない 泣いちゃったどうしたのああ騙されててつらかったよねでもねでも君が悪いんだよ君が私以外を見ようとするからこういうことになるんだよ私ね君が私のことを見つけてくれたから生きようと思えたのだから君には責任があるの私を 生きようって生きたいって思わせておいてその後見捨てるなんて許さない浮気なんて絶対許さないよ <laughs> でも私も少し反省したの君が私を見てくれているのが嬉しかったでも君は見てるだけじゃつらかったんだよね寂しかったんだよねだからちょっと距離が近いだけのゴミに目移りしちゃったんだよねでももう大丈夫 これからは私がずっとそばにいてあげるだから他には何もいらないよね会社なんてもう行かなくて大丈夫だよこれからは私が全部面倒を見てあげるから私のことだけ見てそばにずっといてくれるだけでいいの私も君のそばにいる絶対に離れないこれからは二人の愛スでずっとずっと一緒にいようね ふんそんなこと言うんだでもね君には選択権なんてないんだ私には君しかいないように君にも私しかいないんだよこれからは二人で幸せになろうね今はおやすみ